定的にやりきることによって毎回圧倒的に勝っちゃうってところだと思うんだよね、うんうん、始まるとはい始まりましたってやってすげえなって思う。こうちゃんと変な石がないかとか触りながら降りるのに、うん、俺ほんと漫画みたいに出してたよ。恐れ知らずだ。はい、本さ、あっちゃんが紹介したら絶対売れるって流れになってて、俺一応あっちゃんと対談とかしてるから仲いいんだと思っていろんな人に頼まれる、はい、これあっちゃん紹介してくれませんかねって。そういう立ち位置になったことを、昔の王様のブランチみたいな感じ、はい、昔の王様のブランチのブックコーナーで紹介されたらその日とか翌日めっちゃ売れるみたいな、うんうんうん、それもあっちゃん個人になっちゃって、だからあらゆる出版社があっちゃんにいかに取り上げてもらうかってことを考えてるし、で、なんなら200万ぐらい広告費払ってもみたいな案件が俺に来たから、うん、あっちゃんに聞いたら、うん、すいません広告とかで一切やってなくてすいませんって来て、うん、だからそういう、要は本当に自分が好きだとか面白いとか興味あるっていうものしか扱わないっていうのを徹底してるみたいな。うーん、もう信頼が、うん、そうね、広告案件ですかやっちゃうと崩れちゃうっていうのもちゃんと分かって、お付き合いでもやんないとか、その辺やっぱすごいよね。ちなみに箕輪さんがその200万渡されて、うん、この本紹介してほしい。これやるやりそう。それね、金が欲しいんじゃなくてそういうことを雑にやっちゃう人が好きなの。わかるかな。なんかそれこそこの前発表しただけどさ、六本木ヒルズのさ、エストネーションっていうさ、はい、超シュッとしたセレクトショップとコラボもするし、うん、テンガともコラボするみたいな。幅広いな。これが好きだよ。この人何なの、ノールールなのみたいな、うんうんうん、すっげえ案件受けんの。だから俺さ、確実に詐欺でしょみたいな、うん、ダイエット商材とか、うん、ああいうののイメージキャラクターとかやりたいもん。これで痩せました。初めて聞きました。イメージキャラクターやりたい。ふざけたいんだよね。なんか、そう、ふざける規模がちゃんとでかくていいですね。規模でかいが書かない。この人ほんとくだらないなって思われたい。そのためにある種のその正当派じゃないことを一生懸命やるっていうことですね。うん、その瞬間瞬間の欲望で動いてるって思われたいし、うん、そういう人だよね。なんか西野さんの場合、箕輪さんが、うん、絶対スーツとタキシードしか着てはいけないステーキ屋さんに箕輪さん短パンと T シャツで来てすごいなって思ったっていう話をしてて、そんなとこ俺行くか。ちゃんとしたところで、で、西野さんもいたって言ってました。あったかもね。でもそうよ、うん、この前もなんか書き換えさせられたよ、店で。3年に。いや、そういうのは、ね、事前に分かってたらちゃんとやんだけどね、うん、その別に迷惑かけたいわけじゃないから、うんうん、でも単純に分かってないっていうか、まとめると、うん、中田さんとは全く違うタイプで、だけど、いやでも相当差ついたよ。あっちゃんすごいよ。でもあんな頑張りはできない。箕輪さんって、例えばこういう風になりたいみたいなのあるんですか？ない。こういう人っていうのはいないね、うんうん、みんなそれぞれ、ここは大変そうだから嫌だなって思うところがある。それはもうずっと若い時から一貫してるんですか？若い時はあったよ、うん、その事情が分かんないから、その人の内情が分かんないから、うん、ただ楽しそうに見えるから、うん、ああなりたいなみたいに思うけど、ある程度そういう風に自分も成長してきて、うん、世の中の世に出てるような人たちと友達になると、うん、何を選ぶかだけだなって思う。だからこの人がめっちゃ得してずるいじゃんみたいな人いないんだよね、うん、まあ、ちゃんとトレードオフになってる。ちゃんとトレードオフになってる。こんなにお金儲けてるっていうならば、まあ、それなりに努力してたりなんか犠牲にしてるし、うん、こんなに遊んで楽しそうっていうならば、それなりにやっぱそっちのなんか真っ当な時間をかけなきゃいけない成果はやっぱ出さない道になってるしみたいな、うん、割に合ってんだよね、みんな。なるほど。で、割に合ってるから、そんなったら俺はこんぐらいでいいやっていう生き方。うんうんうん。でもそれを35歳とかで気づくっていうのはなかなか早い気がしますけどね。そうだね、あんま良くないんだよね。良くないんですか？良くないか分かんない。盲目的に頑張ってる時の方が強いよ。要は価値観がもっと1個しかなくて、金儲けしたいとか、うん、有名になりたいとかって時の方がやっぱ勢いもあるし、スピードもあるし、うん、あとなんか危機迫るものがあって、うん、周りも圧倒されるし、うん、そういう時期ってまあ誰にでもあると思うんだよね、うん、ちょっと青臭いけど勢いがあるって、やっぱその時の方が強かった俺。今なんかあっても、あ、
まあまあ炊事場もあるよねってなっちゃう。だから強さはなくなったよね。なるほど、まあ、だから余裕とか幸福度は上がったのかもしれないけど、はい、このフェーズに行かなきゃと思いました。いや、いいでしょ、行かなきゃ。会社伸ばしたいですね、僕らは今。そうだよ、そっちの方がいいよ、はい、そっちの、その時の楽しさあるの。中田さんを切り口にちょっといろんな、あっちゃん数字取れんの、サムネイルにしたら。多分サムネで、多分画像は載せなくて名前だけでも、うん、3万ぐらいいく。3万いったらいいですね。いいよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。